混乱の中、孫悟の将たちは平清盛に国を追われた。奪われた江東の地は彼らの。ある時蓮氏は江東の妖魔軍が苦戦しているとの情報を得る。定法もまたその方角、今こそ妖魔から故郷を取り戻す好機。孫悟の将をはじめとする討伐軍は妖魔。そこには見知らぬ建物が並び、怪しい空が広がっていた。様変わりした風景に戸惑いつつも、彼らは戦場。この風の匂い、それがしの見たことのない建物もあるようですね。それにあれは向こうで孫悟の将が戦っています。妖魔を押し、かつての激戦の生存者ならば貨幣のはず。勝ち戦におごる妖魔に強敵現るか。この大博打、どれ、強者らの顔を拝みに参ろうか。おめえと一緒にやれる戦、五軍はかつてこの地で敗北を喫しました。しかし今は龍馬が苦戦しているようですね。一度は追い詰められながら取り返すと、五軍は残党、なかなか粘る。北西での攻防が激しいようですね。東の各所を援護しつつ西へ向かいましょう。あの女といい、なんだって急に増援が。いい加減諦めろ、人間どもめ。誰が諦めるものか。我々は決して引かぬ。江東はかけがえのない土地、取り戻すまで戦い抜く。この砦は守り抜いてみせる。龍馬どもに屈するものか。なかなか気概を見せてくる。警報殿、援軍感謝いたします。江東の地を取り戻せましょう。我らには強力な味方もおります。彼女は今本陣で戦っているはずです。ご無事で安心しました。強力な味方を得たと聞きましたが。はい、腕っぷしの強い女性です。初めて見る顔ですが、実に美しい方でした。鮮やかなお手並みですね。思わず見とれてしまいました。さすがは観音殿、本流のごとき戦ぶりに目を奪われました。人間どもめ、調子に乗りおって、貴様らの快進撃もここまでよ。なんだあの女は、強すぎる。あなたが孫悟の将に力を貸していたのですね。ええ、彼らが押されているみたいだったから。
諸葛角殿、ご無事でしたか。知り合い。じゃあ援護して目障りな奴らを消すわよ。力強い味方とはあなたのことですね。異界から来られたのですか。まだ納得できていない。私はレイチ、魔人ハンター。魔人？私のことは後で。今は目の前の敵に集中する。鮮やかなお手並みですね。思わず見とれてしまいました。さすがは観音殿、本流のごとき戦ぶりに目を奪われました。風景とは思えません。異界に足を踏み入れたかのごとくです。我が輩の術でさらなる力を授けよう。力がみなぎってきた。南北より攻撃されています。敵の大軍、あたかも雲火のごとしです。清盛は妖魔を強化している様子。先に術を解ければいいのですが。そう、あいつが親玉なの。いい、私が潰してあげる。我々が南の妖魔を食い止めます。皆さんは早く清盛のもとへ。承知しました。我々はあの女性と共に清盛を倒しましょう。我慢できねえ。ここまで盛り返すとは見事。所詮は悪あがき。やりよるわ。秘伝だの剣刀に免じてここは引こうぞ。待ちなさい。私としたことが借り逃してしまうとは。清盛の術は解けたようですね。残りの奴らを殲滅しましょう。つくほどに高い建物ですね。空を支える柱のごとくです。
ちの妖魔は退けられたか。ありがとうございました。宝刀を取り戻せたのはあなたのおかげです。この世界は魔人がうよいよしている。ここでも私の出番かしら。へえ、まだまだ暴れ足りねえぜ。変なところに来てしまったけれど、ここにもまともな人間。おかげで仲間を救うことが。どうか私たちに力をお貸しください。妖者や妖魔を滅ぼし皆。私の力はあなたたちが言う。そうね、ここにもあんな奴らがはびこっているなら。お前も悪しき気配を追ってここまで来たか。そうだから私もこの世界で狩り続けるわ。